それはよくある子供同士の喧嘩に見えた。何も誤解してないんですよ。この先生に叩かれて息子は怪我したんです。まあこういうのって母子家庭にはありがちっていうか。食い違う証言が日常を飲み込んでいく。怪物だれだ。怪物探しの果てにあなたが目撃するものとは。私が話してるのは人間。怪物。